丸山城は鳥取市丸山に存在した日本の城。九州山の北西に位置する独立丘陵城に鳥取城の出城として築かれ、天正9年の豊臣秀吉の鳥取城攻撃の際には毛利法の重要な拠点となった。標高80メートルほどの独立丘陵長部に位置し、長部には土塁を巡らした四角が置かれている。四角の南西部にも車群が存在する。 標高こそ低い昇級だが、丘の周囲は切り立った旧街であり、かつ山麓には、千代川と袋川が流れており、天正当時は、城の周りは、湿地帯であったことも考えられるため、天然の堅固な要害であったことが推察される。現在、付近では、開発が進み、当時の面影は失われつつある。天正9年、吉川教家によって築城された。 山陸を流れる袋川を利用した物資運搬がなされ、毛利法の重要な武器弾薬、食料の補給基地として重要視された。秀吉の鳥取城攻めの際には、ナサニ・ホンノスケ、佐々木三郎左衛門らが上昇として入場し、兵糧攻めが行われている最中も絶えず物資補給を行ったが、港のある、ガロ周辺の海上封鎖が強化された上、補給路の中間地点にある、 狩金ガネ山城が宮部慶順によって落城させられ、完全に鳥取城との連絡を絶たれた。狩金落城後は、狩金城番であった遠谷高雄も加わり、たびたび秀吉方の攻撃を退けるなど奮戦したが、天正9年10月、木内の兵士らの上と疲労を考慮した吉川京家が鳥取会場を申し入れ、10月24日、丸山城もついに会場を余儀なくされた。 城を守った、ナサ、エン佐々木氏は、吉川京家から、再三、除名するよう嘆願されていたが、秀吉の命により、周辺を荒らした、海賊、山賊という罪によって自陣させられた。西側の山賊には自陣した上昇を祀る石碑が、混流されている。ありがとうございます。